徴用企画です。今月末9月の28、29、30、金、土、日に心斎橋ウィングフィールドで公演を行います。ぜひともご来場ください。今回のテーマとしては、さまざまな、ジャンルで活躍している方々の才能の融合というものを一つのテーマにしてまして、盾は竹村さんであったりですとか、あるいは、振り付けや、マイムに関しては、京都で活躍している、中村瑠美さんですとか、松永和也さんですとか、それから劇中の映像は映画監督をされている、坂本優吾さんですね、はい、それから、ファッションという題名ですから、服関係のお話なんですけれども、実際の、ファッションデザイナーの方をお招きして講演をしております、いろんなジャンルで活躍している方が、合わさって一つの作品になっております。そこが一つの見どころであります。また2月では、大手院の方でまた講演をさせていただこうと思っております。そちらの方も情報が確定次第随時流していきたいと思いますので、ぜひ足をお運びいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。